全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤキです。今回はですね、皆さんご存知でしょうか。チタンブルーって言葉、車好きな人とかも結構知ってたりすると思うんですけど、チタンをこう火にかけることで色が変わるんですよね。青くなるんですよね。で、今回はチタンのクッカーだったりとかキャンプ用品っていろいろあると思うんですけど、その中で今回はチタンのシェラカップをバーナーでスノーピークのフォールディングトーチを使って熱してですね、綺麗な青にしていきたいなと思います。で、このチャンネルではこういったキャンプに関する動画を毎日上げています。皆さんと一緒にですね、キャンプを楽しんでいきたいので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いします。ではキャンプ場の方に行きましょう。これは綺麗に拭いといた方がいいですね。うん、そう、油が残るとそこだけ温度が高くなるから、乾かしとか。綺麗に青くするのは相当難しい気がするな。綺麗ですね、綺麗。
行き過ぎたの。行き過ぎてます？でもちょっと白くなってるっちゃなんですけど。あれか。とってやばくない？めっちゃ綺麗。これ大成功ですね。まあいい方だね。こんな綺麗になるんだ。いや、こんな青くなるんだね。へえ。え、これ裏側どうなったんですか？じゃん。あ、でも裏側も。あ、結構青くなるね。まだヤリシオロがあるっちゃあるし。ヤリシロ。まだヤリシロあるっす。ヤリシロなん。こんな送られるんだね。うんね。綺麗。これすげえわ。綺麗な方になったね。さあ、というわけで見ていただきました。思ったよりもね、綺麗にできたと思います。皆さんもですね、お家にチタンの、まあ、マグカップとか、シラカップとか、カトラリーとかそういったものがあれば、ちょっと試してみてください。では、今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。